こんちゃ。こんちゃでございまして、こんちゃでございます。相変わらずですね、にぎやかなテーブルでございまして、全部半額なんですよね。ただ若干過去の使い回しがありますね。今日はですね、ちょっと、過去の使い回しが若干ありますんで、それは最初にお蔵入りしておきたいと思いますね。で、まあ日本盛りということでね、日本盛り何本飲むんだよみたいな感じですかね。美味しいから。まあそういうことですね。じゃあ行きたいと思いますがですね、過去の使い回し、まず最初はですね、さっさか撤収したいと思います。ぬか漬けきゅうり、もうすでに食ってますね。前回の流れちょっと食ったんだよね。これでも美味しいんだよね。半額で確かこれ100円ぐらいで売ってるんですよ。これ安いんでこれいきます。でこれもですね、過去の動画の使い回しですね。ロールパンですね。非常に重なってするのでね、しょっちゅうここに出現しますが、ここにこうやってですね、ロールパンがあった時は、あ、半額ネタがあんま手に入んなかったんだなとご理解いただいて結構でございますね。ロールパンの中にね、こっち、ウインナーが入ってるっていう、なかなか美味しいもんでございますが、これはスキー場で私食うんで、こっち置いとくと。で、もう2つなくなっちゃいましたね。で、これもまあ、ついでに置いといたんですが、パストラルミートなんとかハムですね。ハム半額で売ってたんで、これ150円ぐらいです。なかなか美味しいハムです。これもまあいらないと。じゃあ残ったのは、生き残ったのはちょっとこれだけですね。実際だから最初に載せとくのはですね、これだけ載せとけばよかったんだけど、なんか寂しいんで、なんか載せてみたってことなんで、今日の新顔はわずかですね、1、2、3、4、5、6、6品しかなかったんだよね、今回半額が手に入るのね。非常に残念でございますが、まあ6品でもね、十分楽しゅうございますので、これをいただいていくというですね、動画でございますんで、よろしければお付き合いください。で、まあ日本盛りということで、いきたいと思います。でね、最初にご紹介したのがこれなんですよね。鶏のうまみ、鶏団子春雨スープというこんなのがあります。こんな感じです。これですね。これをまず最初にいただきますが、これはですね、500ワットで2分30秒電子レンジで入れて食えということですね。なんで、これをですね、まず電子レンジに入れてきて、その間にこの紹介を残りをして、そしてこれをいただきながら動画を展開するという、まあ、段取りの良い僕ちゃんということでいきたいと思いますね。じゃあちょっとまず電子レンジに行ってきますね。もう電子レンジの撮影最近めんどくさいからやんねえんだよね。じゃあちょっと行くね。うん。ということでね、今、春雨スープちゃんがね、電子レンジの中でふにふに今回ってるところでございますので、その間に他のおかずを紹介しながら一杯やるということでいきたいと思いますね。日本盛りは良いお酒とかだね。あ、乾杯。お酒は美味しい。じゃあ行くよ。じゃあね、まずですね、こちらが何かっていうとですね、鬼に金棒シリーズっていうのが新しく出たんだよね。鬼に金棒だけだけどね、僕ちゃんのね、カバンの中でこうやって潰れちゃってるけどね、中の、食材は安全なので大丈夫です。鬼に金棒だけどね、潰れちゃってますね、こんな感じで、ね。これですがですね、イワシですね。イワシのかば焼き。イワシのかば焼き結構美味しいんだよね。イワシのかば焼き。これをまずご紹介したいと思います。結構高いんだ、これ400円なんだよね、定価。まあ半額で200円なんだけど、2切れ入ってんで、1切れ100円という、なかなか、イワシのくせに高い食材でございます。まずこれ1つ。で、次がですね、これですね。五種の出汁うまみ、筑前煮。あ、筑前煮ですね。258円の半額ですね。だから170円ぐらいかな。筑前煮、5種類入ってるっていう筑前煮です。で、次。だ筑前煮がね、日本酒に合うんだよ。次はですね、ほうれん草バター和えですね。100円です。これ、ほうれん草バター和え。これ100円で買いました。定価200円で半額で100円で買いました。ほうれん草バター和えね。まあ、よくあそこに行ったりする、サイゼリアとかで一杯やるとね、時になんかこういうのね、よくやるよね。この前ね、俺サイゼリア行ってね、ワイン飲む動画撮ったんだけどね、うまく撮れてなくてですね、お釈迦ぽになっちゃったんで、またそのうちサイゼリア行った時にね、動画撮りたいと思います。で、これ、ハーブ三元豚柔らかロースカツ。これ結構高いんで、429円の半額。三元豚のロースカツですね。これを、買ってきたんで、これいただきます。で、もう一つ揚げ物なんですが、これもですね、鬼に金棒ですね。鬼に金棒メンチカツってことで、これメンチカツなんだ。メンチカツをこうやって細長くしてあるというですね。だからこうやって、あったんだね。シーソーの弁、わっ、てっ、て、これ、ベンチカツ。これをいただくということですね。というわけで、この、6種類をいただいて、あとですね、この、
うん、まあお口直しにこの例によって、このぬか漬けをこれをいただくってことですね。それでまあハム と、この2つは食わないんで、冷蔵庫にしまいますね。邪魔なんでね。じゃあ出してくんなよっちゅうけど、なんとなくここが寂しかったね、出してきたってことですね。じゃあこれいつになったら食うんだよっていう問題が実はあるんだけどね、うん、そのうちね、大丈夫ですから、大丈夫なんで、じゃあ冷蔵庫入れてきます。はい、春雨スープちゃんがね、電子レンジで温まってきたんで、まず春雨スープちゃんね、こちらの方からですね、いただきたいと思います。蓋がこんな感じですね、こんな感じでございますね。何が入ってるのかしら、鶏の旨味、鶏団子の春雨スープでございますね。春雨で日本酒っても合わないね。なんか、ここにいるさ、いろんな食材でさ、まあ、きゅうりの、きゅうりのぬか漬けとか、いわしとか、筑前煮とかさ、まあ、こういうのは日本酒と合う、梅、とは思うんだけど、まあ、この春雨スープが果たして合うのかって言ったら、どうかねと思うね。じゃあ、いただきま、じゃあこれね、なんか、きくらげみたいなのが、へばりついてね、俺、きくらげ結構好きなんだよね。うん。いただきま。で、こうやって春雨が入ってますね。春雨が入って、肉団子が入って、あとまあこんなキクラゲとか、あとちょこっと彩りで人参とかね、そんなのがついてます。じゃちょっといただきましょうかね。うん。うん。まあ。まずくはねえな。まずくはねえな。うん。まあ、普通の中華スープだよな、これな。うん。これ、いくら、328円か、定価。うん。これ300円で買ったらちょっとがっかりするかもしれないけど、でも、半額だからね、全然、まあいいんだけどさ。うん。まあでも、まあ、美味しいっちゃ美味しい。あ、白菜が入ってんね。うん。まあ美味しいっちゃ美味しいわね。うん。まあ日本酒のも。うん。あ、じゃあ次。次何行こうか。やっぱ筑前煮を食うか。筑前煮を食うかな。すごいよ。際立つ。際立つうまみ。際立つうまみ。だし、つゆ、5種のだし。だから、だしが5種類も入ってるすげえもんだぞっていう、そういったことなんで、どれだけだしが加わってるのか。僕ちゃんがカエルちゃんテイクって、あれカエルちゃんいないの、カエルちゃん、あ、カエルちゃんいた。じゃあ、カエルちゃんチェックということで、カエルちゃんに筑前煮をいただいてもらってですね、カエルちゃんにこの味を、あ、お口あーん、あれ、お口あーん、あ、カエルちゃん口開けないで、あっかかっ、あ、カエルちゃん押すとなるんだみたいな。サブチャンネルでこれやるの初めてかもしれないけど。まあ、こういうくだらないことはやめといて、まあ、ここに置いとこうね。子供かみたいな感じで。で、まず、椎茸。飴。すんごい甘い。人参。甘いな。すんげえ砂糖入ってる。まあ、砂糖っていうかみりんかな。なんか、だしの旨味ってより砂糖だね、これね。完全に。うん、だしの旨味ってね、全然感じない。悪いけど。これ、まあ、だし入ってんだろうけど、こんにゃく。こんにゃくってさ、こうやって正方形に切るんじゃなくてさ、ちぎってさ、ギザギザに手でちぎった方がさ、よく美味しいとか言うけど、これは正方形に切ってね、機械でね、切って、こういう風にやった方がね、簡単に作れるから。うん、他に、うん。うん。ハスが入ってますね。お酒は美味しいけどね。まあ正直言ってね、甘い。砂糖の味って感じですね。うん。だしも入ってんだろうけど、全然ね、その、だしの香りで美味しいっていう感じじゃなくて、もうともかく甘いみたいな、なんかチョコレートを食ってるみたいな筑前煮でございますね。ちょっと甘すぎますね。うん。まあ僕の口には合わないなってことで、まあこういうのが好きな方は好きなんでしょうけどね。うん。まあ僕の口にはちょっと合わなかったなってことで、まあ残念、ポンですね。次。ベーコン風味とベーコン、あ、バターの風味とベーコンの旨味。うん。そうですね。こんな感じですね。蓋をちょっと開けて、電子レンジに温めろって書いてますけど、めんどくさいんでこの服いただきます。
蓋開けるとこんな感じでございまして、なんかこの辺に微妙な空間があって偏っております。今開けたばっかなんだけど、これは僕ちゃんがカバンで運んだ時に生じた自然現象ということでございまして、実際内容はこれぐらいしかない。実際これもこうやって、こんな感じですね。だ実際の中内容量としては、まあ、この容器のまあ、半分しか入ってないということでございますが、まあそれは大して重要なことではなくて、要するに美味しければいい。いただきます。まあ確かにバターの風味はするけどね。とりあえずなんか美味しくねえな。ちょっと電子レンジでやっぱ温めてきます。ちょっと電子レンジ行ってきます。はい、それでねこうやって感じてちょっとね温めてきました。黒くなってますからお分かりいただけると思うんですけど、ね、じゃあちょっと温めたら味が変わるのかしら、少しは美味しくなるかしらったら最初からまずいとか言ってるようなもんですけどね美味しくなかったねあんまね。じゃあちょっといただきましょうかね。こんな感じで、ほうれん草、ベーコン、卵で来てますね。他のも入ってないみたいですね。いただきま。美味しくないです。美味しくない。あのね、あれがね、バターがね、なんかすごい生臭い。バターがすごい生臭くて、で、温めるとその生臭さが際立ちます加熱したらね生臭さが際立っちゃってね、あお酒は美味しい、お酒は美味しいけどねバターが生臭い、生臭いバターって一体何なんだよこれさ。古くないからね、これ昨日買ったばっかだから、一応とも賞味期限は切れてんのか、あまだ賞味期限内だよこれ。なんと奇跡の、なんという奇跡の賞味期限内です。これ、賞味期限内で、生臭くて美味しくないというですね、おしゃかぽん。まあ、好みな問題だと思うからね。まあ、お好きな方はお好きなんだと思うんで、まあ、そういった方は、まあ、ニーズがあるかなと思うんですけど、僕はちょっとな、と思いますね。まあ、とりあえず、とりあえず。よし、じゃあ気を取り直して次行こう。なんか今日外ればっかな。次は当たるかしら。じゃあこれ行こうか。鬼に金棒なんだけど、潰れちゃってる鬼に金棒ね。これ行こうか。潰れちゃってる鬼に金棒。なんかこれなんかついてんなこれ。これは一体何？なんかこのタレみたいな、これタレか？取れねえよちゃんとよ。がっちりつけすぎ。よし、まあいいや、これペッハサミで、ハサミでもらって。よし、ピヤ。これこれは何だろう。あ、かば焼きのタレだ。かば焼きのタレ、これよくうなぎについてるやつですね。なんかイワシなんだけど、多分これね、うなぎのタレで売ってるやつだと思うんですが、そのままついてね。イワシ買ったのに、うなぎのタレがついてるという、若干のお得感みたいな感じだけど、まあ、どうでもいいね、こんなんで。じゃあ、ちょっといただきましょうかね。ちなみにね、都内のまあ いや、ちょっと余計な話をしようやめよう。ちょっとまずは食おう。こんな感じでございます。こんな感じで。いただきま。なんと言っていいのか、まあ普通のかば焼きはかば焼きだよな。まあ缶詰、イワシのかば焼きの缶詰とかあるじゃん、サンマのかば焼きとか。まあ、正直言って缶詰の方が美味しいかもしれない。まあどうなんだろう、これ温めたらうまいのかな、またどうなんだろう。でも温めてくれとは書いてないよな。だからこのまま食うんだろうな、これはな。
まあ食えないことはないけど、まあ缶詰でいいかな、これだったら。缶詰の方が全然安いからね。うん、缶詰こんなの100円だよ。これ定価400円だからね。じゃあこれ1枚さ、これ1枚定価さ200円で売ってる強気の値段、これ200円じゃ普通買わねえだろ。缶詰か、100円の缶詰買った方がいいだろうって俺は思うけどな。かば焼きのね、うん、強気だね、随分ね、値段ね。まあいいや。じゃあ同じように鬼に金棒シリーズということで、まあだから俺半額で買ったけどさ、これそうだよね、429円だもん税込み。だからこれ1枚俺さ100円出して買ってんだよね。だから本当だったら定価200円出して買うんだけどさ、だってこれ1枚ね、サンマのかば焼きの缶詰とかさ、イワシの今かば焼きの缶詰1個100円で買うだろ。缶詰の方がうめえような気がするよ、これ。うん、だからやっぱりうん、強気の値段みたいな感じだね。まあまあ美味しいけどね、でも缶詰の方がもっと美味しいなって感じ。じゃあこのメンチカツいきたいと思います。これね、200円します、定価。216円なんで、このメンチカツ200円するんですけど、まあ、半額で買ったんで、まあ100円ということですね。じゃあちょっと断面積チェックですね。揚げ物はやっぱ断面積をチェックしなきゃいけないので、ね、真ん中からズバッと食ってみましょうか。ど真ん中からね。断面積チェックってことですね。うん。こんな感じですね。うん。なんか色が鶏肉っぽい色だよな、これ。豚っていうよりな。色が薄いからな、これ。材料名何入ってる、何入ってる、あ、でも豚肉牛肉だな。原材料名玉ねぎ、硫化植物タンパク豚肉牛肉で、多い牛なんで一番いっぱい入ってるのが玉ねぎで、その次に入ってるのが植物性タンパクだから、いわゆる豆腐のカスです。豆腐を絞った後のカスですね。あれが入ってて、その後に豚肉だから、ほとんど、豆腐の絞りカスです。これ多分そうです。原材料見たら、そういうふうに書いてありましたので、まあ、ヘルシーっちゃヘルシーだし、安物っちゃ安物ってことですね。こんな断面積です。じゃあ食いますか。まあ、玉ねぎだね。うん。8割型玉ねぎと胡椒。玉ねぎの香りと胡椒の香りがすごくて、うん、肉の味はあんましないほとんど玉ねぎと胡椒ですね。はい、そんなものですね。今回ハズレばっかだな、今回ハズレばっかだな。じゃあ最後に期待をかけて、これですよ、高かったんだぜ。これ定価429円の半額だから200円以上したんですね。まあでもこのかば焼きが高いよね。これダメだ。これ発明だな。じゃあこのハーブ三元鶏豚ですね。これをいきたいと思いますね。これは、ハーブ三元豚、柔らかロースカツですね。柔らかロースカツだからね。柔らかくなったら殺すよみたいな感じ。じゃあ行くよ。じゃあ行くよ。ちょっとお酒まず飲もう。なんかだんだん酔っ払ってきて暴言が激しくなってきて危険だよな。酔っ払って動画撮るって危険だよな。まあメインチャンネルは絶対そういうことやんないんだけど、サブチャンネルはもう酒飲みながら撮ることをね、前提してるから。まあ、ひろしのジジニュースチャンネルさんね、残念だったけどね。あの方もそうだってね。サブチャンネルは酒飲んでやってたよね。まあこんな感じですね。じゃあ、ちょっと切ってみましょうかね。どんな感じかな。こういう、縦、こっちに切ってみるか。うん、ありゃきゃきゃきゃ、これ成形肉だよ。これ多分成形肉ですね。こう見た感じなんとなく違うかな。これ成形肉じゃねえの、どうなの。あ、成形肉じゃないな。成形肉ではないけれども、うん、結構筋入って硬いね。あんま美味しくねえな。俺さ、今めちゃくちゃ腹減ってんのよ、実は。もうずっと、飲まず食わずでさ、いろいろやっててさ、これだけお腹空いてんのにさ、これだけ美味しくないって何なんだよ、今日。
あー、お酒がうめえ。お酒で頑張ろう。お酒で頑張ろう。うん、今日は外れだな。なんかすんごい当たりの時とすんごい外れの時があるよね、お惣菜ってね。うん、うん、特にこのイワシが一番外れだね。あと、うん、これもメンチカツもなんか胡椒とその玉ねぎの味で肉の味がほとんどしないみたいな感じだから、まあ結局あれだ、鬼に金棒シリーズが外れってことなのかな。まあ残念ながら鬼に金棒はね、まあちょっと僕の口には合わなかったなって。まあそれ好みの問題だから、美味しいって方はねもちろんいらっしゃるのかもしれないけど、鬼に金棒シリーズは少なくとも僕の口には合わなかったということですね。この肉もさ、結構だからさ、こんなとこ見てほら、見えるかな、はっきりでっかい筋なんか入ってるもんね。こんなでっかい筋なんか入ってたら当然硬いに決まってるよね。うん、やっぱ硬いよ。だからやっぱ柔らかかつは硬っちゃダメだよ。まあ硬い肉だから悪い肉だってことはないけどさ、柔らかい肉だってやっぱこう筋がガンガン入ってるような肉をさ、柔らかい肉っていうのは俺は好感は持てないね。うん、まあ不当表示だとまだ俺は言わないけど、うん、好感は持てないみたいな気がするな。うん、うん、普通に三円豚のとんかつでよかった。柔らかは余計だよこれ。うん、筋が入ってんだもんだって。うん、うん、最後にお酒。うん、というわけで今日はイマイチだったなということで、すいませんね。これで終わりたいと思います。今日はなんか食い散らかして終わっちゃって、他の話はしなかったけど、まあいいねってことですね。まあそういう時もあるって、もう お酒っていうことでね。ということでね、今日はね、ちょっとカエルちゃんも不機嫌ということでございます。ではどうもありがとうございました。